こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、マスコミ神田正輝さん宅に突撃してしまう。先日暑かったけども、神田沙也加さんの急死、今でも信じられんちゃけど、どうもマスコミがね、とんでもないことやってたらしいよ。なんと神田沙也加さんが急死したその日の5時、神田正輝さんの自宅に突撃してるみたいっちゃん。これ人間のやることじゃないよね。ではそんなマスコミの暴挙に関する報道内容ばちょっと見ていくよ。この日、父親で俳優の神田正輝70の都内の自宅マンションは、部屋に明かりがついていたように見えたが、ひっそりとした様子だった。インターホンは、現在対応することができません、と自動音声が流れるようになっていた。何この記事。ふざけんなって感じやない?そもそも神田沙也加さんが急死して、その父親神田正輝さんの心境を考えたら、いける?確かマスコミってさ、三浦春馬さんの時も言ってたやん。人の不幸は蜜の味ってか、マスコミ。なんか悲しくなるよね、こういうの見ると。しかも事務所側はね、事前にマスコミに通知してるんよ。取材は行わないようにってさ。それでも言ってしまうマスコミ。あんたらはそれでも人間か。いくら上司に言われたとしてもたらいかんよ。人として当たり前のモラルもっとかな。自分の身になってん。親族があんな形で急死して、マスコミが寄ってきて、マイク向けて、今どんなお気持ちですかって聞かれてん。わかるやろ、どんな気持ちになるのか。とにかくね、そんなハイエナみたいなマスコミ、ミルキービームは食らわしとかんと気が済まんわ。ミルキービーム食らっとけ。まあ今マスコミはね、いろいろと嗅ぎ回って真相をね調べてるけども、まあそんな中考察したりするのはいいと思うよ。こうじゃないのかってね。でもね、親族への過度な取材を今やっちゃいかんよ。どんな気持ちになるかわかるやろうもん。人の子やろ、マスコミだって。マスコミは完全に日本の末期癌としか思えんわ。情けないよね。とにかくマスコミは神田沙也加さんの親族にこれっぽっちも近づいちゃいかんよ。わかったか、マスコミ。ではご視聴ありがとうございました。それでは。